かけ道ラジオです。さて、今回は、もうご覧の通り、たくさんゲストが来てくださっています。皆さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ちょっと、あの、順番にご紹介していきたいんですけれど、まずはですね。今日は、あの、岡田区先生と一緒にお伝えしていきます。岡田区先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、いしはい、あの、ゲスト三人いらっしゃるということで、一人ずつ自己紹介をお願いしたいんですけれど。まずは、岡村先生、お願いします。 はい、よろしくお願いします。えー、臨床心理士と公認心理士を持っていまして、株式会社 CBT メンタルサポートという会社をこの4月に 設立いたたししましたどういった会社かといいますと、うん、専門家の養成機関ということで、主に認知行動療法科を養成するといったようなお仕事をしています。で、その中で、オンラインコミュニティ認知行動療法の学校というものも運営してまして、現在230名くらいの認知行動療法を学びたいという方に集まっていただいて、いろいろと講習等を行っています。 あとはあの YouTube チャンネルでおかゆチャンネルというチャンネルもやっております。よろしくお願いします。はい。岡村先生は2度目の登場です。今日もよろしくお願いします。さあ、続いてはお隣、牧拓先生。自己紹介お願いします。よろしくお願いします。牧拓です。えっと、僕は地方の国立大学の医学部で働いてます。 特に岡村先生ほど、なんかアピールすることもないのですが、はい、よろしくお願いします。<laughs> お願いします。まあ、北区先生も、えー、臨床心理士公認心理士でいらっしゃるということで、よろしいですかね。はい、そうです。はい、お願いします。さあ、そして最後に矢野先生お願いします。 <laughs> よろしくお願いします。えっと、私は福岡市内で、えっと、EMDR 専門カウンセリングルームリソルサっていう、まあ、開業のカウンセリングルームで働いてる公認心理師、臨床心理師です。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回は心理師の先生方大集合ですね、岡拓先生。本当ですよ。もうこんな豪華なメンバーに来てもらえるとは思ってなかったですけど。 なぜこのメンバーかというと、岡田区先生がぜひ皆さんと話したいことがあるということですよね。そうですね、なんか私はやっぱツイッターで発信とかをしてると、うん、やっぱりちょこちょこ,こう、心について学びたいとかですね、やっぱりあの、うん、メンタルヘルスの悩みとかを、まあ、やっぱ解決したいとか、まあ、身近にそういう方がいたときに、まあ、自分もそういうことを知りたい、学びたいってい声はちょこちょこいただくんですけど。 まあ、そういうことって実際どうやって学んでいくのがいいのかまあまあ,あのそのかけらじも一個の手段だと思って私やってたんですけど、うん、やっぱりこう実際にやっぱりその精神科医って意外と中途半端な立場なのでその薬物療法っていうのがメインになったりとか、うん、そういう部分もあってきちんとやっぱ心のことを学ぶってなるとやっぱり心理の先生方とお話しした方がいいのかなみたいなことがあってですね うん、まず牧拓先生にお声かけしたらですねこんなに豪華なメンバーに来ていただけたという次第なので、うん、ちょっといろいろはいまあ最初はですねその今ちょっとこう心に対する注目度が上がっているみたいな部分があるかなと思うんですけれども。 うん、この辺をこう専門家の先生方はどういうふうに見ていらっしゃるかなというのを聞いていきたいんですけれどいいですね確かにはいどなたかこれどなたかっていう聞き方一番話し出しづらいですよね <laughs> まあ牧田、まあ、先生に振ったらいいんじゃないですか困った時は <laughs> じゃあ牧田、まあ、先生まず1声目を <laughs> はいえっ、ー、と心に注目が集まっていることについてですよね そうですね。うんあの素晴らしくいいことだと思います。うん。あそれ以上特にないんです。本当に第一線。まあそのこ心についてけ結構学ん学んで仕事まで行く人って多分。 まあ多分一握りなんんだと思うんですよね、うん、現状多分学びたいなとか漠然と知っておいた方がいいなっていう人がいて、うん、やっぱそれをこうなりわいにしてるっていうのは結構大きいことかなと思ってて北区、まあ、先生はあの今うん、うん、あの大学で働いてるっていうことなのでまあ特にその学びの中枢にいるわけなのでなんか実際そのど,どんなことからまあで 今は多分医療職のこと方と関わる機会が多いと思うのでなんかどんなふうに広げていってるかとかそんなこととか、うん、まあ喜多先生にお伺いできればと思うんですけどなんか多分心のことってその分からない見えないみたいなブラックボックスみたいなところを皆さんお考えだと思うんですけど、うん、いざや,やってみるとこうわまあ僕たちも分かるわけでは全然ないんですけど なんかこう見えてくるものがあるみたいなところはあったりして、うん、あの面白いいい業界じゃないかなかとは思います、うん、結構あのちょっと前に某俳優さんがあのカウンセラーの資格を取りましたみたいなことがあったり、まあ、そういう意味でもなんかこう専門家と名乗る方と一般の方との垣根がちょっとこう低くなっているっていう表現が適切か分かんないんですけど。 まあ近づいてきてるような印象が最近あってそのあたりって皆さんはどういうふうに捉えてらっしゃるんですかね皆さんって言うから困りますよねじゃあちょっと岡村先生からお伺ってもいいですかはい、はい、そうですね私もともとそのカウンセリングを受ける まあ、敷居を下げたいみたいな感じで活動していたんですけれども、うん、まさにそこの問題に直面しまして、カウンセラーになる敷揮は高いんだけど、うん、心理カウンセラーになる敷揮というか、ハードルはめちゃくちゃ低い、つまりこう誰でも慣れてしまうっていうところがあるので、うん、あ,のあまりこうカウンセリングをバンバン押し,す押していくと、えー、それはそれでどうなんだろうなっていう問題に直面していまして。 そこを今いろんな思いを抱えて過ごしてる感じですねこれあの、聞いてる方にすごくそもそも論なのでちょっとご説明いただきたいんですけど一般的に心理カウンセラーって言った時に皆さんみたいな臨床心理士さん公認<っ>心理士さん以外の方も心理カウンセラーですっていうふうに名乗っていることがあるっていうことですよね。 そうですね心理カウンセラーはあの名称独占になっていて、要は誰でもやっていい業務みたいな感じになっているので、名乗れば今日から誰でも心理カウンセラーになれてしまうっていうような感じなんですね、うん、資格が特になくてもうんこれってあのカウンセリングを受ける側からすると、あの じゃあ、誰にお願いしてもいいのか、それともやっぱりそこはちょっとこう見極めが必要なのかっていうのが難しいところかなと思うんですけど、どううなんでしょうやっぱり見極めって結構必要だと思うのと、やっぱ相談内容によっても、おそらくあの変わってくるところかなと思うんですが、じゃあ、どうやって見極めればいいかってなったときに、かなり難しいなっていうところが現状としてあるかなと思いますね。 あそれはあれなんですね、そのあの実際に専門家として、動かれてる先生たちから見ても、これは難しそうだなっていうところがあるんですね。もう、多分その辺は、矢野先生が詳しいところじゃないかと思いますね。お <laughs> どうですか、矢野先生。<laughs> そうですね、まあ、実際、僕、あの専門が脅迫症っていう領域なんですけど。 結構当事者がカウンセラーになってることとかってあるんですよね。はい、で、<ー>実際そういう方で、う,うん、カウンセリングやってて活動してますっていう方もいらっしゃって、まあ方や僕みたいな、うこう公認心理師、臨床心理師みたいなのを持っている方もいるし、まあ、本当なんか様々な人が携わってるなっていうのは思いますね。うん、うん当事者の方だと、その当事者としてのこう。 がが分かかかるるとかそ,のそういうい部分があるんですかねやっぱりそういうのを結構売りにしてらっしゃる方がやっぱ一定数いらっしゃってそれこそまあまあ脅迫症もそうですし、まあ、いわゆる最近だとトラウマとか、まあ、毒親とかいろいろそういうねキーワードで上がってくることで苦しんでらっしゃった方があの、まあ、そこから回復してきてでそれで今度は あのそういう方たちのこうサポート、カウンセリングになりますよみたいな感じでやってる方も結構いらっしゃいますねうーん。なんかそれ自体はね、全然悪いことではなさそうな気がするんですけど、これ、カウンセリング受ける側からすると、やっぱりこう、勝手が違いそうではありますよね、専門家の先生にお願いするのか、経験者の当事者としてやってらっしゃる方にお願いするのかで。 あのどっちが合うとかっていうのは分かんないんですけどどっちがいいとか悪いとか分かんないんですけどなんか違うこれあの、うん、結構難しい話なんですけど一番はやっぱりその理解されないことが多いから同じ経験をしたと思われる人の方が理解してもらえるんじゃないかなっていう期待感みたいなのであるじゃないですか。うんうん うん、それって結構いい面があるんですけど例えば私って児童精神科医なんで当然子供を持った親御さんが相談に来るわけじゃないですか。で僕今子育て中なんで別にそんなに今は気にならないんですけど、うん、例えば子育てをしてないお医者さんから子育てのことを言われたくない。 っていいう親御さんってやっぱいるんるるですよ、はいうん、あなるほどだ,だ,だけど、あのー、経験してないからその治療ができないってちょっと違うんですよね。<ー>な,な,なぜならお医者さんってじゃあがんになった人しかがんの治療ができませんかって言われるとうん、うん、そうではないじゃないですか。だ,だ,だけどうん、うん、やっぱりがんを経験した人の苦しみを知ってるお医者さんだと。 何かしら対応だったりとか、何かを知ってるかもしれないみたいな期待とか、うん、要はご家族ががんになった経験があるとか、そういうのはあると思うんですけど、そ,それって多分必須ではない。うんうん、だけど、多分本当に必須なのって、治療法を知ってるかどうかだと思うんですよね、うん、あの専門家である要件って。<ー>でもそこって、うん、とても心の話になると急に曖昧になっちゃう部分があって。 ね、そこが多分その最初にカッペが言った敷居が下がってきてるからこそ、あのー、なるやっぱりみんな、あのー、困ってるし心配だから、うん、あの誰かの助けになりたいっていう人ももちろんいてで助けを求めてる人がいるとするとそういう分かりやすいところに行きたくなるんだけど、うん、本当に大丈夫なのかしらみたいなそういう心配は多分こうやって 今日はあは資格を持ってる先生方が来ていただいてるので、そこが一個の大事なポイントなのか、き、まあ、今日ちょっとペテーマとしては、そういう研鑽っていうかね、心を学ぶために、資格っていうのがどんな、うん、まあ資格を取るためにどんな勉強してきたかとかね、多分皆さん、多分受けてるトレーニングとかが微妙に違うんだと思うので、なんかそ,そんなことも聞きながらやれたらなみたいなの。うん ちょっと小難しい話になっちゃったけどうん、うん、これ、ちょっとあの本当に最初に一言話していただいただけになってるので、北、ま、区、あ、先生もこの件について、どんなふうなこう、まあ、実感とか考えとかおも、お持ちですか、検算っていうとこですかねそうですね、まあ、あとはその以前のこうこう、まあ、資格があるなしで、いろんなカウンセラーさんが今、いらっしゃってっていうこの現状ですかね、ある方もない方も。 僕、割とこの辺って、どっちでもいいって言ったらすごい失礼な話なんですけど、うんと、お近くで腕が立つ人っていうのもすごいたくさん見てきているので、なんか視覚のあるなしみたいなところでは切れないなっていうのは正直思っているところではあります。ただ、岡拓先生がおっしゃってたみたいに、その治療とか介入とか、 まあ、その人がその人のためになる方向性を明確に持ってるみたいなのは必ず必要だろうなとは思ってます。うんうん、はあなるほど。まあじゃあそれ。あはい、うんあはい、どうぞどうぞ。心の問題ってすごい多様な要因があって多様な困り方があってっていうのはそれは必ずそうなんですけど、はいはい、じゃあ介入技法にそれほど選択肢があるかっていうと。うん うん、実はその積み重ねられているエビデンスって、そんなに選択肢があるわけじゃない。です。うん、なのであの、それにのっとったやり方をきちんとできる人を選ぶ、でまあ、それが難しいんですけど。そうですよね。だからね <laughs> 特に一般 どこに注目すればいいのかっていうのもわからないだろうからなかなかね、うん、<laughs> 判断するっていうのは難しいのかもしれないですけどあ選択するポインとは一つってことだよね、まあ、とはうん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 で、まあそのつはね、こうんうんうんううんうんうんうううんう まあんですかカウンセリングを受ける側の話も今ちょっと私はしちゃったんですけどまあカウンセラーを名乗,名乗ってるっていう言い方がなんかちょっとあれですけどカウンセラーの皆さんって資格があるなしにかかわらずまあ志を持ってやってらっしゃる方は多いと思うんですけどそのちょっと先ほど出てきた「研鑽っていう部分で皆さんがここにたどり着くまでにまずどういうふうな研鑽をしてこられたかとか今なさってるかっていうところを。 順番に伺って言ってもいいですか。岡村先生からお願いしていいですか。はい、えっ、ー、と、自分が受けてきた研鑽は。ええー、まあ、認知行動。あ、今日は、まあ、お集まりというか、皆さん、認知行動療法の専門家だと思うんですけれども。うん、ええー。違うと言ったら。 大きく分けて2種類ありまして、1つがパッケージ CBT といって、その最初から回数がある程度決まってたりだとか、その回に何をやるかみたいなのがある程度決まっているようなものと、オーダーメイド認知行動療法といっても、その人その人で組み立てていくみたいなやり方がありまして、で私はどっちかと言ったら、オーダーメイド、その人その人、 似合ったやり方っていいいううのを組み立てててくということこでやってきた訓練としてはあのしっかりと見立ててもうどこかで発表してあの他の専門家からフィードバックもらってっていうことの本当に繰り返しっていう感じでしたねある意味経験値を積んでいくみたいな。 自分だけの理解にとどまらず、他の人に出しアウトプットしていくことでフィードバックをもらうっていうのをもうひたすら繰り返していったっていうような感じですねうーんそうか、1人であのお勉強みたいな感じで勉強してても、頭でっかちになっちゃうというか、合ってるも合ってないもわからなそうな気もしますよね。 座学のみとか本を読んでの勉強だけだと分かってるのか分かってないのかに気づくことができないのでやっぱりそういうアウトプットが大切だなって感じがしてるので<ー>今他の人に勧めてる研さんもやはりそういうアウトプットっていうのが大切だっていうふうにお伝えしてますねなるほどね北田、まあ、先生はどうですか僕も 岡村先生と割とと割似ててるかなと思っていますあのやっぱ外でしゃべるってことすごい大切だと思ってますし、うん、それによるフィードバックで学ぶところは大きかったかなと<ー>で僕すごい大事にしてるのはたくさんの患者さんの対応をするっていうことだと思ってるんです、うん、でえっ、ー、と、うん、どれぐらいかな僕2年半ぐらいクリニックにで働いてた時があるんですけどその時1日1日、はい 7、8人の方を1週間ずっとこうフォローし続けるみたいなことをやってて、えっ、ー、と、1日7、8人って、あの、臨床心理士としてはかなり多い方だと思うんですね。うんうん、なので、えっ、ー、と、1日7、8だから1週間で40セッションぐらいとか、うん、で、それをまた、 えとそこに勤務してた医師とシェアして、まあ、どういう方向性がいいかみたいな指導も受けたりしてみたいなことをやっててでえと今の大学に来てからも1日6っていうのをずっとこう週2コマずつやってたって感じでで、えー、と今の大学来てからも、えー、と医師との間で よよく協議するようにしてみたいなこことをししてきましたたの,あの数が大事たくさん見るのが大事っていうのはその心はどのあたりなんですかうんと一つ一つの方にすごく丁寧に関わるっていうのも大事だと思うんですけどやっぱりこの疾患の人って大体こういう。 経路をたどってこうなっていくみたいなのをつかむにはやっぱりある程度数が必要だとは思うんですね。うん。うんそれを知るためにっていう感じです。はあ逆に言えば、まあ、そういうものがあるってことですね。なんとなくつかめる流れみたいな。そうですね。あの脅迫症の人とかフォローしていくと今この人とかこの人のご家族ってこのステージにいて次 ここまで来れるともうちょっと世界変わるなみたいな<ー>そういう感覚って結構あったりします。はあなるほどな。これは矢野先生はどうですかそうです、ね、僕のなんかちょっと多分他の人と違うと思うんですけど僕がなんか指、はい、導を受けた人たちって実は精神科医か精神科医に指導を受けた心理師が多くて。 でその影響も大きくて、<ー>あの、まあ、まず一番最初に指導を受けた人は精神科医だったから、もうほとんどその余震ですね。うん、<laughs> 余震みたいにこう問診を取って、で、それをこう、まあ上級医みたいなね、先生に報告をして、で、こう、これこれこういう状況ですみたいなことを言って、いやいや、これちょっと聞いてないでしょみたいな感じで話をされて、で、その後は賠席ですね。<ー>とかあの先生の精神科医の診察をずっと、 席したりとか、まあ、その精神科医の先生もいわゆるこうカウンセリングとかそういうことをする先生だったから、うん、まあそこでこう覚えたりとか、まあ、あとは、まあ、そのもう1個自分の中で1個多いのが実は当事者会っていうのが結構大きくて<ー>あの今までに発達障害の当事者会と脅迫症の当事者会を実はやったことがあってそこでこう話されることっていうのがいっぱいあるんですけど そこってこう、うん、あんまりこう本に載ってないようなことはやっぱバンバン飛び込むわけですよ。うんうん、でそれをこう聞いてるうちにだんだんなんかこう、うん、あ、これってこう意外と大事なんだなって、ういう肌感みたいなものがすごくあって、うん、なんかそれがなんかやっぱ今の自分のこうキャリアにはすごくあ,のありますね。うん,うーんいやーでもい<や>今のすごい,、うんいや、いやすごい。 あのー、まあ岡村先生のアウトプットって話と多分つながると思うんですけど、うん、結局座学で頭でっかちになるっていう話と最後の矢野先生のやっぱりそ当事者会とかの生の声を聞くって <laughs> 割と近いところがあると思ってて、うん、でその知識としてっていうかこう何かこう書面になるとか講義になるやつってある意味であのー 間違ってないことっていうのを書き残さなきゃいけないわけじゃないですかガイドラインとか、あのーうん、学ぶ上のカリキュラムみたいなやつって。だけど、うん、実際の臨床現場って北区、まあ、先生がたくさんやっぱり患者さんと接しなきゃいけないって言ってたのとつながると思うんですけど結局もっとごちゃごちゃなんですよねいろんなことが現場では起きてて。 でその本当に困ってる人ってその教科書に書いてあるようなきれいな困り方をしてなかったりしてそれをこうきちんと自分の頭の中でどこが教科書的な病気の部分でどこがそうじゃないこ,うこの人の個人的な困りごとだったりとかだけど病気があるとこういう困りごとって起きちゃうよねみたいな。 意外とそういうことが、うん、多分臨床だと分かってるか分かってないかみたいな大事なんだと思うんですよね。でそれが最初の方に話してた資格問題の話と出てくると思うんだけどやっぱりそういうのを、うん、こう資格を持ってなくてもそういうのをキャッチするのは上手な人ってやっぱいくらでもいてうん、うん、何か困ってることと困りごとの解決のための道筋みたいなのを持ってくのが上手い人っていうのは。 いるんだよね、やっぱりねこうだから営業職とかコンサルとかで上手い人っていうのは結局天性の、まあ、カウンセラーみたいな部分があると思うんだよね何か相手のニーズに応えることが上手な人ってのはやっぱりいてでニーズに応えるっていう話とその病気の治療っていう話と結構同時進行でしなきゃいけないみたいなところは結構臨床だと難しいところがあるんですよこれ,これは あのちょっと話がややこしくなってきちゃったんであれですけど、まあ、少なくとも、うん、あの頭でっかちっていう話と、うん、アウトプット経験みたいなところがなぜずれるか要は知識だけでうまくいくんだったらさっき言ったみたいな媒石とかさ媒積、うん、って横に偉い先生の横に作って意味ないっていう人思う人って意外といるんだけど最近だと。 そうです意外と最近はそのコスパ悪いとかね。<laughs> えぇ、ー、え <laughs> いや、みたいなことをコスパっていうワードが来るのがびっくりしますけどね。今時はやっぱコスパっていう話になっちゃうんだけど、要はでも、えー、その、なんだろうな、そこの横にいる、なんかそこの横にいると、教科書と違う部分は何なのかとか、拾いきれない情報は何なのかみたいな、本当は大事なんだけど、うんそ,そういう学びの場って、 今どん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 確かに薄くなってるのは事実だと思うんですよね。だから前半で私が視覚の話をしたんだとちょっと反対に聞こえるかもしれないんだけど視覚認定っていうのは逆にそういう,こう記述できないことはむしろ視覚認定の基準には入れれないんだよねうんど。どっちかっていうとやっぱりこう書き記されてることとか。 一番大事だと思われることみたいなことが最低限必要になってくるから、うん、なんかそういう話とでもやっぱ今日このメンバーで話したやっぱ学びってやっぱりそれだけじゃない話っていう感じにっなっていってるのがすごくいいなと思って聞いてた次第です。うん,、うん、<laughs> うんそうですよねどっちも大事なんでしょうねその伺ってると。 教科書的な勉強を裏打ちというか知識ももちろん必要だしだどっちかに偏りすぎると、うん、なんかあれなんですかねあまりバランスがよくないっていう。バランスっていうのはねやっぱりだ大事ですよねやっぱり。う まあ今そのね、なんかこう、カウンセラー戦国時代っていうほどじゃないかもしれないですけど、<laughs> <laughs> あの、カウンセリングに注目も集まりつつ、まあだからこそ、ちょっとこう、いろんな方向に裾野が広がってる状況で、でもやっぱり、検算っていうものはしかるべき方法でされる必要があるっていうところだと思うんですけど、その今、どういうことが必要かっていうのは、それぞれ先生方、どんなふうに感じてらっしゃいますか また岡村先生かから伺ってもいいですか、はい、そうですね、やっぱり検鑽って先ほども岡拓先生が言われたように、正しい情報を学ぶ機会って結構増えてきたんですね、オンラインのセミナーで。うん、ですけど、実際にそのセ,ロセラピストが困っているのって、現場で教科書に書かれていないような時の対応って、どうしたらいいんだろうみたいな。 ところで結構困られてる方とかがいるので、うん、やっぱりそういった声っていうのを拾ってあの、じゃあどうしたらいいんだろうねっていうのを一緒に考えていけるような空間が必要だなっていうのをに考えてまして、そこで作ったのが、まさにその認知行動療法の学校というようなコミュニティなんですけど、うん、あのじゃあどうしていくんだ、どんな時に難しいんだみたいな、認知行動療法家が抱く疑問だとか、 っていうのを大量に今何個だろう1500個ぐらい集めてましてへ<ー>そ,それに対してどう回答ができるもちろん私あくまで私のそれは回答になるので今それをいろんなセラピストに聞いて回答集みたいな感じで集めていけるただまあそれがあくまでも一例にはそすぎないんだけどあのそういったこう現場レベルでの困り感っていうのを解消できるような 感じの場所っていうのがあったらいいなというふうには考えてますね。うん、これって、あの現場にいらっしゃる皆さんっていうのは、例えばこう。アウトプットとフィードバックっていうことをやりたくてもできない環境っていうこともあるんですか。えっと、想像している以上に、やっぱりアウトプットってハードルが高くて、したいんだけど。うん ちょっとなかなか勇気が出ないだとか不安みたいな感じで場を提供したとしてもなかなか難しいというのが現状としてはあるかなと感じます。はあそのなんていうんですかね<の>ハードルの高さっていうのはどういうところからくるものなんですかね一つ考えているのがやっぱ分からないということに対してあの厳しく責められたりだとか 突っ込まれたりするっていうイメージがおそらくあると思うので、<ー>やっぱそこから変えていく必要はあるなと考えていて、分からないと遠慮なく言えるようなあのまあ心理的安全性にもつながるんでしょうけど、場所づくりっていうのが大事なのかなっいうふうに感じてますね。うん、ああ、間違いが許されないみたいなこうちゃんとしなきゃっていう気持ちがこう膨らみすぎると、うん、これってこうでいいんですかねっていうこの自分の考えた 一案ですら間違っちゃいけないみたいななかなかそうそれを聞けないっていう感じが出てきてるのかなと思いますねな何言ってんのそんなわけないじゃんみたいに帰ってきちゃったらもうそりゃ嫌ですもんねそうじゃないよということをまず分かってもらって相談ができるような環境から作っていかなきゃいけないということなんですねそう考えてますはいああなるほどな マキタク先生はどうですか、今こう,こういう検算が必要だろうって感じられる部分ありますか、まあ検算っていうか、制度的な話にもつながってくると思うんですけど、うん、多分公認心理師が、えー、とやる、えー、専門的な業務に診療報酬がつくっていうことが一番大事だと思ってます。うん、でそれによって、やっぱりうんと医療の中で、えー、とある程度のなんていうかな。 報酬がついて、たくさんの患者さんをフォローできるようになって、それで検算されていくっていうのって大きいと思うんですよね。うん。今、正直、赤字部門になっているっていうのは、うん、ま正直、どなたもうなずくところだと思うんで、なんでそうう、そうなんですね。はい。制度側が変わっていくっていうことによって、自動的に研鑽が積まれていくっていうのはありえるだろうなと思ってます。 うん、これ、ちなみにすみません、診療報酬がつくかつかないかで、一番変わるところって、何がどうなるんですか、えっと、臨床心理士、公認心理師公認心理士か、公認心理士が、患者さんからお金をいただくことができるようになるっていう感じですね今って、カウンセリング代とかっていうのはあるわけじゃないですか。はい、それはまた別なわけですか えっと、カウンセリング代は基本は取っていないです、ね。はあ、医療機関の場合はっていうことですか医療機関の場合は、取っていないということになっています。はあ,<ー> <laughs> あ、なっています。<laughs> なっています。あれ、はい、でもそうすると、どうやってこうカウンセラーという仕事が成り立つんですか心理検査がそれで多くあるって感じだと思いますね。 あそれは、えっと、診療報酬がつくつきます。なるほどじゃ純粋にそのも,ともともとそうなんですよ、うん、もともと、あのー、診療報酬として算定できてたのは心理検査がほとんどでうん、うん、で結局その心理師臨床心理士っていうのはもともと国家資格じゃなかったっていうところがあったのではい、はい、結局その 医師免許とか看護師免許とか作業療法士さんとか理学療法士さんとかあのそう医療、いわゆる医療資格って言われるものが診療報酬の算定の対象に基本的になってたんですよ、もともと。はい。で、公認心理師っていうのは国家資格なんですよ。はい。臨床心理師、公認心理師って今日の先生方の紹介の時に話があったと思うんですけど、でその公認心理師っていう資格が、 今診療報このこのですねあのさらっと言ったけど結構,結構いろんなこう歴史的な経緯があって今そういう話になってるっていうのが牧野先生の言った話になります、うん、でこの診療報酬がつくっていうようになると、えっと、より今以上に多くの人がカウンセリングを受けやすくなるって思っていいんですかだと思う うん、正確に言うと、だから病院で受けるカウンセリングって話、ね。ああ、そうですよね。医療機関でカウンセリングをより受けやすくなると、うんだから。健康保険を使ってのカウンセリングっていうのがあんまり一般的じゃなかったと思うんですよ、もともとは。それがまあ今後可能になっていくんじゃなかろうか。まあ、少なくとも子供に関しては小児カウンセリングっていうのが一応診療報酬で通ってるのが、公認心理師の先生で実はあの。 始まってるので子どもに関してはそういうことが今病院でカウンセリングを受けるっていうのはあの割と一般的になってきてるんじゃないかなっていうのは肌感としてあります。うーそうなるとさっきあの牧野先生がおっしゃってたみたいにこう件数をたくさんこなすことも研鑽につながりますよっていうお話があったかと思うんですけれどそういう意味ではあのたくさんの方がカウンセリングを受けられるようになる。 でそのカウンセラーさんたちもいろんな方を見ることができるようになるっていうふうに考えていいんですかね、牧先生そうだと思います。それによって、まあ、検算を積みやすくなるっていう感じだと思いますなるほど。そうか、そもそもそのカウンセリングを受けやすいかどうかっていうところで、あのたくさんの方を見るか。 ことができるかどうかっていうのを、そもそもの問題がありますもんね。カウンセリングに結びつかない方が多いと、その分見られる数も少ないわけですもんね。だやっぱり実費っていうのは一個ハードルになりますよね。自費診療、きますよね、自由診療っていうのうんあ。受けたいけどお金が心配だとか、そういう話もしますねで。でも不思議なことにみんな50分のマッサージだったら金払うんすよ。<laughs> 確かにねね結構な値段で、ね、<laughs> そうお話<ー>きっかけで50分でお金取るんですかっていう割と価値観なんですよ日本人って。あ まあでもそれでいくと例えばあの整体とかっていうのもいわゆるこうマッサージじゃなくて整体でうちは保険診療が使えますっていうの看板に掲げてるところってたくさんあるじゃないですかあまたあれだねまちょっと触れちゃいけない話ですか柔道整復師っていうそれも資格の問題とかね最近なんかまた問題になってましたけどいろいろあるんですよい でもなんかその診療報酬つきますよっていうふうにあのまあ保険で見られますよっていうふうに歌ってる生態って結構見かけるじゃないですか巷で。うん、でそ,それが完売になるっていうことはきっと一定数の方があ保険が使えるなら受けてみようっていうふうに行動がいくわけですよね。そうそうだから何か,か何気なく保険診療ってみんな当たり前に受け入れてると思うんですけど。うん ものすごく負担を軽くしてもらえてるんですよね実は。でそれがそのなんとなく医療が割と身近で安心して低価格で受けられるものっていう感覚があってだからやっぱりそのトイレのトラブル 2000円えトイレのトラ水道トラブル5,000円トイレのトラブル8,000円とかじゃないですか、うん、<laughs> でも私の心のトラブル1万円払うのはすごく高く感じるんですよみんなあ確かになだそだそのだからそれは何でかっていうと保険診療だと風邪とか風邪薬とか湿布とかもらうのってものすごく安価で対応してもらえたりするじゃないですかうん、うん、でそれなりの時間診療してもらってそんなにお金かかんないっていう。 とところの、うん、結構そう本当にこれ感覚的な問題だと思っててでもそれはなんか着実にみんなの心の診療のハードルを高くしてる部分だと思っててそれを多分今、うん、いろんな面でハードルをが下がってきてるまあそれはいろんなインターネットを使った、うん、あのカウンセリングとかそういう話も矢野先生とかはあれですよねオンラインでも。 印象されてるんですよねこの流れであれしますけど。矢野先生はどうですかあ <laughs>、うん、あ、いえ、ハードル下がりましたかそのオンラインの,あのセッションのハードルっていうのは実際のところあ僕は実はこの名前からオンラインのやつを普通にやっていて、 それこそ、ズームとかなる前のスカイプとかをこうやってたんですよね。それは、うん、あのちょっとこう自分がちょっと家庭の事情であんまり外に行けないっていう時期が実はあって、<laughs> その時に苦肉の策で始めたんですけど、うん、まあやっぱりその、まあ、ちょっと自分の病気の話になっちゃうんですけど、脅迫症っていう病気は周産期の人が実は多くて、 産後に発症する人がやっぱり一定数いるんですけど、<ー>産後すぐに、まあ、ゼロサイズ抱えて精神科初心っていけないですよ確かに,確かにで。そういうニーズがやっぱりすごいあって、はい そこそういう実は病院に僕昔病院に行ったからすごく分かるんだけど病院に行った時は病院に患者さんは来るもんだと思ってたんだけど、うん、病院を辞めて実際に仕事をし出してみると意外に病院に来ないんだなっていうことを分 <laughs> かってしまというとので<ー>そこの潜在的なニーズをそういうオンラインだと結構掘り起こしてしまうんだなっていうのを肌身では感じますねあなるほどなー。あの まあ、そういうところもそういう現状も含めてなんですけど矢野先生が今感じるこう必要な研鑽ってどういうものがありますあそう、まあ、ちょっとお二人があの話してくださったところは非常に僕も共感できるところでそれ以外のところでっていうと、うん、やっぱりこう治療者と当事者の対話かなって思うんですよね。あうん、実はこう治療者っっててていいうう私たちがが提供してるサービスっていうのが意外と あの当事者のニーズにマッチしてないなっていうのを実は結構当事者会とかにいると感じるんですよね、うんいや。そこが実はマッチしてない、まあ、例えば、うん、本当はハンバーガーが食べたいのにお店に行ったらあのハンバーグをこう食えと言われたらなんか嫌じゃないですか<ー> <laughs> んか意外とそういうことが世の中起こってんじゃないかなっていう気があってそこのニーズを意外とすり合わせていく作業って だいぶいぶるよよなって思うんですよね例えば、うん、僕は認知行動療法が専門だけどお客さんの中に認知行動療法を求めてない人もいるわけですよ。そういう人たちに認知行動療法を売りつけてしまうとやっぱりそこでこう何て言うのかなこう購買っていうかサービスが成り立たなくなってしまうのでそこのこうマッチングとかそのニーズ のすり合わせみたいなのをもっともっとしていかないといいサービスが生まれていかないんじゃないかなって実は思っていて、うん、そういう意味ではもっと、ね、あの当事者の意見をこう支援者側がすり上げてそれにマッチしたサービスっていうのを支援者側が打ち出していく必要があるのかなっていう気は最近してますね。うんうん、これっててて今までそういういうにミスマッチが起きてきてる のはまあ、当事者のニーズっていうものが吸い上げられてないっていうところだと思うんですけどここが進まないのは何でなんでですかねでもさっきの保険診療の話ともあると思うんですけど、うん、ああの僕はお医者さんですけど訪問看護ステーションとかなんか立ち上げたいとかよくわかんないこといろいろやってるじゃないですか。うん、あ,あれってさっきあの先生がおっしゃってた病院に行くって実はハードルあるよねって。 っていうところなんですよね足,足を運んでやっぱり病院まで行くとか、うん、そこにやっぱり手が届かない人がいるっていうことにやっぱりど,どう対応していくかっていうのが結構やっぱ今求められてる部分ってあると思うんですよね。だけどな,なんとなくこれめちゃくちゃ偏見かもしれないですけどお,お医者さんって割とひどくなってきて何、うん、でこんなにひどくなるまでほっといたの っていうよく <laughs> 聞くよくく聞セリフだと思うんだけどだけどうん、うん、やっぱり行くの大変いろんな事情でやっぱ病院って行けないこともあるじゃないですかさっ,きさっきのとちょっと矛盾するかもしれないんだけど、はい、病院って身近で書か,かれるっていうイメージとだけどなんかやっぱりわざわざやっぱり時間作っていかなきゃいけないっていうところができないいろんな事情でできないとかっていう話とさっきの。うんうん あのじゃあ0歳児抱えてる時に自分の苦しみとかを個人的なとこをどうやるんだみたいな話とかとか関わってくると思うんだけど、うん、やっぱりあのそ,そこの難しさと裏腹な部分があってどなで結局そので行くとなんかなんでほっといたんだって言われて怒られてまた足が遠のくみたいなね、うん、なんかこうちょっと悪いスパイラルに入るところはこれはだからそのと特に。 この心の問題だとより顕著に現れやすいみたいなところがあ,あるのかなと、個人的には思います、ね。うーん、こう、治療者の方が提供するものがあって、それが当事者のニーズの方と合わないっていうのは、まあ、そもそもの何て言うんですか、姿勢みたいなところも影響があったりするんですかね。な何性何性姿勢その何て言うんですかね。 ニーズをすくい上げてそこに合わせて提供するっていう風ななんかこう流れにならない場合があるっていうことなんですかね。うんうん、少なくとも診療報酬とかさっきの話題にの戻ると医療っていうのはすごく実は融通が利かない制度なんですよ、うん、そういう意味では。国の,あの<ー>保険診療制度の中にあるからサービスとして比較的安く提供できる一方で。うん うんうん、結構厳密なんですよその提供するための時間であったり場所であったり資格みたいなところが厳密なんですよねでうん、うん、だとするとそれは逆に言うと合わせにくいんですようんだからそこに合わせにいくっていう発想がそ,そもそもないっていうかまあ合わせにいったら逆に言うと違反になっちゃうからねそれはそういう意味ではそういう 病院だから病院ではないところであのカウンセラーの先生方が開業してくださってるっていうのはそういう意味で意味があるんですよ少しやっぱり病院って枠組みじゃない分<ー>柔軟性があるのでここがここがだからじゃあじゃあさっきのえっ、ー、と話とあれするととはいええー、とじゃあ数見るとかっていう話とうん、うん またちょっと変わってきちゃうんだけどね。やっぱり、その数見るとかな、そう、まあね。うん。<laughs> ややこしくなっちゃった。すみません。いや、でも、あの、今、ずっと伺ってて思ったのは。まあ、まず、多分、その診療報酬がつきますよ。病院でも。カウンセリング受けられるようになりますよっていうと。 より敷居は下がってくるじゃないですか。ハードルが下がってきて、はいはい、多くの人たちがアクセスしやすくなって。でもきっとその中でもあの、矢野先生がおっしゃってたみたいに、そういう状況になったからといって、誰もがあの手が届くわけではない、そういう状況にない方もいて、でそのためにはやっぱりあの、病院のカウンセリング以外にも受け皿っていうのはきっと必要で。で、そこにこの当事者のニーズに合ったものをちゃんと提供できるっていう。 環境とそのための研鑽っていうものが必要になってくるっていうことなのかなと今伺ってて思ったんですがいかがでしょう合ってますかありがとうございます <laughs> まあでも今すごいって,、まあうん、て転換点なんだと思いますよいろいろんなことが変わってきて<ー>その当事者側の声が上がる上がりやすくなってるしそういうところにうん、うん、の先生みたいにこう積極的に参加する臨床家の方がおられるっていう <laughs> ことが増えてきたってこともあると思うしい,いろいろ状況が変わってるところなんだと思うんですよね個人的にはうーん、なるほどなこれちょっと最後に皆さんにまあ、今の現状を踏まえて今後にこう期待することとかまあ、課題と感じることどんなことがあるかを一言ずつ伺っていってもいいですか岡村先生からまたお願いしていいですかはい そうですね。まあ、あの最近、本当、メンタルヘルステック関連の方と関わらせていただく機会が増えたんですけれども、うん、当事者と専門家が組んでやっているケースというのがめちゃくちゃ増えてきてまして、うん、当事者の方、まあ、インフルエンサーといわれるような方のところに集まって、であの臨床心理士や公認心理士と一緒にやっていくみたいなサービスがどんどん増えてきていて、すごいそれって。 あのピアサポートとしてもだし、セラピーとしてもマッチしていて、めっちゃいいなと思っているので、そういうのが今後増えてくるっていうのは、うん、きっと今後の新しい形になってくるんだろうなっていうのがあ、一つ大きくあるし、めっちゃ期待してると思う,ん、うん、そうか、今ないものも今後、新しくね、どんどん膨らんだり増えたりっていうふうにしていく可能性もあるわけですもんね。ははいまあ、はいいい先生かがでしょう、はい えっと、僕、こういう立場にいるので、若い公認心理師、うん、臨床心理師とか、あるいは学生さん、それを目指す学生さんと会うことが多いんですけど、はいまあ、彼ら、とにかく優秀なんですね<ー>あの。めちゃくちゃ礼儀正しくて、めちゃめちゃ頭良くて<ー>あの、僕の学生時代をちょっと見せることによって、こうハードルを下げてやりたいって思うぐらい、<laughs> みんなめちゃくちゃ優秀なんですよ。うん なん学生自体の話は別の機会にぜひ聞きたい,いす <laughs> あそうですね。ね <laughs> なんで、あの彼らがこうより活躍して、こう外に出ていって、いろんなこと喋って、たくさんの方をフォローしてみたいな体制を作っていくっていうのが、われわれの仕事になるんじゃないかな、うん、みたいなことを考えてます。あなるほど次世代ですねやっていけると思うんですよね。<laughs> 本当すごい優秀な人多いんで。うん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 。そうですよね。なんか、まあ、なんていうんですか、メンタルヘルスネイティブみたいな世代もそのうちどんどん出てくるのかもしれないですし、はい、転換点にあるっていうことは、新しい世代へのバトンをどう渡していくかみたいなことも、どんどん考えていかないといけないですよね。はい、はい、矢野先生、いかがでしょう。 そうですねまあ僕もその結構若い心理師さんとかの指導とかをする機会が実はあってその時にやっぱり思うのが今の人たちってものすごくやっぱり知識とかいいものも、うん、簡単に手に入るし優れているんだけど、うん、なんかやっぱりこうちょっとこう何て言うのかな現場って 感が少しないないというか,<ー>なんか現場に入っていく機会とかがなんかすごく敷居が逆に上がってる気がするんですよね。うんうん、であの私たちがやってる仕事ってやっぱり人相手っていうか、まあ、そういうこう、まあ、生のところで動いているからなんかもっとそういう機会をやっぱこう上の、まあ、ちょっと僕もだんだんもう中堅になってきてしまいましたけどなんかその辺で、うん、あの後の人たちに提供すできるように。 実際の,その現場教育というかうん、うん、そういうところをもうちょっとこう充実させていかないとそういうフィールドを作っていかないとなっていうのは思ってますね。うーんそうですよね。さあそしてですねあの最後に、まあ、この若い皆さんも指導しているとおっしゃっている矢野先生からお知らせというか <laughs> あ,のあるということで <laughs> 矢野先生の書籍が11月予定で。 発行されるということで伺っていますけれども、脅迫症を克服するという本ですね。ですよね、矢野先生。あ、そうです。<laughs> これ、大体どういう内容のものか、簡単にご紹介いただけますか。あ、もともとは、僕があのカウンセリングをする中で、やっぱカウンセリングの時間に。いっぱい、いろんなことを説明する時間がもったいないから。あのうん。この本読んでてみたいな感じで、こう。 なんか配った資料みたいなのがあってそれをもうまとめて本にしちゃおうみたいな、うん、話の発想なんですけど<う>でも中身はあの全然あの公認心理師臨床心理師の人たちに見てもらってもいいしまずはその脅迫症ってすごくマイナーで走り続けてる病気だからですねそういう病気が世の中にあって、うん、なんかそういうこう 治療者と当事者とか家族がこう話せるこうツールになってほしいなみたいなん,なんかそんな感じでこう書いてる本です。うんあの概要欄にリンクも貼っておきますのでぜひ気になった方覗いていただけたらと思います。はい、さあでは最後に岡拓先生本日の感想をお願いします。 あそうですかいやすいません私今日ごちゃごちゃ余計なことを言ってしまったなと思いながら、うん、やっぱり反省,反省はあとからにしてください反省は後からにして <laughs> や,やっぱりお面白いですねあの、うん、こうやっぱりこうなんていうんですかね経験したものが違うんだけれどもやっぱり皆さんこう共通するこう何から学んできたかみたいな部分があって、うん、でも多分皆さんでも臨床 の先生方に今日来ていただいたただんでやっぱりその臨床の中でいかにこうやっぱり患者さんから学ばせていただいてるかっていう感覚をやっぱりこう臨床科がみんな持ってるかみたいなところっていうのはあるのかなと思うので,で、うん、逆にそれがこう逆にこうカウンセリングを受ける方たちに還元するためにはやっぱりその僕らがやっぱりどうやって学んでるかみたいなこともオープンにしながら。 うん、やっていくってことはすごくだからまあ矢野先生おっしゃってたやっぱり当事者の方との対話みたいなのが今後行われていくべきなんだろうなってのは私も改めて感じたなと思いました、ね、はいまたぜひね皆さんいろいろなテーマでも今後お話を伺っていければと思いますのでよろしくお願いしますお願いしますお願いします <laughs> お願いします <laughs> ということで今回のかけらジは 児童精神科医岡田区先生と一緒に、岡村先生、牧田区先生、矢野先生、三人の心理士の先生にお話を伺いました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あり,したありがとうございました。本当に。